チポジティブ。はい、ポジティブ歴16年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私スーパーポジティブティーチャー福地が毎日ポジティブなことを発信するというそういうチャンネルでございます。今ですね、緊急事態宣言のお店を休業しておりますので、今ウーバードライバーとして、今働いております。今日で30日でございます。はい、今日の結果からいきたいと思います。本日の結果がこちら、12567円、時間が7時間と10分でした。ありがとうございます。さ あ, 本日の時給がなんとですね、本日の時給高いです。1745円と、はい、昨日ですね、1039円で、本当にかつてないですね、悪い時給だったんですけども、まあこういうこともあるよなという話をして、今日1745円というですね、素晴らしい結果になりました。はい、で本日のお話なんですけども、本日はですね、 Uber Eats 実際今稼げるのというですね、ことよく聞かれるんですよ。その答えというか、僕が実際やってみての答えをですね、今から僕が伝えたいと思います。はい、結論から言うと、 Uber Eats 稼げます。はい、僕もね、今日なんて時給1700いくらとかね、1週間でも先週は8万8000約9万円ぐらい稼げてますから、稼げるんです。ただ普通にやったら稼げないです。はい、時給1000円がいいところです。じゃあなぜ、僕が稼げると言ったかと言ったら、めちゃくちゃ毎日考えて考えて、何度も失敗して考えて考えて、寒い中本当にきついです。体力的にもめちゃめちゃ辛いです。はい、そういうのを含めて言うと、割り合ってるのかなって言ったら、合ってるかどうかはよくわからないです。僕は体力一応あるので、健康体なので、今はなんとかできてますけど、じゃあ普通の人が、いやーちょっと稼ぎたいからウーバーやろうかなって言っても、じゃあ稼げるのかと言ったら、まあおそらく最初は稼げないでしょう。そして、辛くなって辞める方がほとんどだと思います。それぐらい過酷です。そして、ただやってるだけでは稼げないです。めちゃくちゃ頭使います。そして何度も何度もですね、チャレンジ、もう修正して変えて、それで毎日戦略練ってどういうにしたらいいのか。例えばですね、今であれば、これ、ウーバーバッグです。はい、ウーバーバッグにですね、僕は中身はこんなものが入ってます。はい、これはですね、100均で売ってます。こういうクッションですね。あと、こういうね、飛行機とかに乗るときにこういうのつけるやつね。はい。こういうのが、入ってます。はい、入ってます。じゃあなぜこういうクッションあるかって言ったら、いろんなですね、商品っていうのはいろんな形をしてます。そのいろんな形に用途に合わせるため、そしてこの丸っこいのは、これは大体スープ系ですね、ラーメンとかパスタとかそういうのにですね、こう丸いのにこれをつけるとがっちりですね、固定されるんで、ほぼこぼれなくなります。僕はこれも何度もやってですね、こぼしちゃったこともあるし、お客様にですね、がっかりされたこともあります。でもそういうのを考えてやっていくうちに、そうだ、これが2個あればいいんだと。高いやつでもこれ2個重ねればほとんど動かないです。そして集中して、緩急をつけて瞬発力でやれば、あれ以降一回ですね、僕汁ちょっとこぼしてしまったことがあって、それ以降一切ないです。これはものすごく重要です。でもこういうのを考えるんです。そして今これ、ね、ペーパータオル、前まではいろいろメッセージ書いてたんですけど、メッセージ書かなくしました。それなぜかといったら、お客様がそれを見た時に確かに喜んでくれる人もいるんですけども、いや書く前にもっと早く持ってこいよっていうお客さんが大半だと思います。はい、でもこれ一枚引くだけで優しいなって思ってもらえるんですよ。なのでいろんなことを考えてノーマルにしました。はい、何でもそうです。服装もそうです。できる限り清潔感のある格好で、ちゃんとヘルメットもつけて、必ずマスクをして、はい毎日考えて、ちょっとでも購入したら嬉しいんじゃないか。僕は必ず毎日メールをして、そして終わった後も必ず、本日はありがとうございました、ご注文ありがとうございましたと、こういうのを必ず送ってます。で、2件ピックアップするときあるんです。 2個分商品を持っていくときもあります。で、その場合は必ず、1件目の方にもお客様にもお伝えして、終わった後に必ずもう1件の次から行くところにはこういうふうに入れます。私ウーバードライバーの福士と申します。ただいま別のお客様に商品をお届けして、今から誠心誠意、心を込めて交通安全、通りに、伺いますと、
これをやることによって2軒目のお客さん、僕は1軒目行ってるなんてわからないんですよ。なんでここで長くいるんだと、あいつサボってんじゃないかこいつだと思うわけですよ。なのでそれでメールが来たの何回かあるんですよ。いや、今どこにいますか、どういう風にやってますかっていうのを。でもってことは、あ、2軒目の人わからないです。だからそういう人のために、メールを送るんです。でこれもやって考えて考えて失敗した上でそういう風になってると。なので僕はこの完璧にもう今だったら間違いなくちゃんと持っていけるという自信があります。でもそれは過信じゃなくて、でももしかしたらこうなっちゃうんじゃないか、もしかしたらっていうのを常に考えてる不安との戦いです。それは毎日どうにしたら、どの道から行けばいいんだ、じゃあ今配達の依頼がなかったらどう動けばいいんだっていうのは、曜日によっても違う、天候によってよっても違う、その日の流れもそう、お客さんの流れもそう、寒さもそう、全部を加味して上で今までの経験の中で動くと。だから今日のようにうまく結果が出る時もあれば、昨日のようにも結果が出ない時もある。でも結果が出ない時はいろんなチャレンジをしてるから、それは失敗じゃなくて成功なんですよ。こうやったらこうなるんだ、こうなるんだ。だから自分の中で必勝パターンが出来上がってくる。でも必勝パターンが出来上がったとしても、それはどん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 変わっていく。なぜかといったら、社会、この世の中変わり続けているから。それを少しでも学ぼう、何か少しでも得よう、ちょっとでも良くしようという気持ちがなければ、ウーバードライバー成功しないし、売上も取れません。稼げるんですけど、でもそれぐらい考えて、それぐらい本気でやってる人が稼げるという話です。普通に考えて、楽に稼げるんですよ。稼げるわけない。それは全ての仕事もそうだと僕は思ってます。どんな仕事でも、その仕事の最善を尽くす、最高を尽くす、もっと新しいアイデアを入れて、臨機応変にさらに喜ばせるようにする。ただ言われたままやってるだけだったら AI に勝てるわけがない。考えて考えて、そして変化し続けて、やり続けて、それを何度も繰り返しながらも、もっともっとこう研ぎ澄ますからこそ、唯一無二の存在になれると僕は思ってます。はい。なので稼げる、だけどそれは全て体力もそう、健康維持もそう、そして頭も使わないとダメ、それを全部やれば稼げます。ただほとんどの人たちは稼げてない方が多い。それは思考停止しちゃってる人もいるし、考えてない行動、一つの行動にちゃんと意味付けをできてない方々は、申し訳ないけど稼げないと。それとはもったいないな。せっかくやってるんだったら、常に考えて考えて行動して、チャレンジして、失敗してまたトライアンドエラーでやり続けることが稼げることだと、コツだと僕は思っております。今日はですね、全ての仕事に多分言えることだと僕は思っております。今日はそんな話をさせていただきました。もしこの話を聞いていいなと思ったら、いいねとかですね、この話これからも聞きたいなと思ったら、登録者になっていただいたらすごくすごく嬉しいです。ということで、以上、毎日ポジティブでした。ご視聴ありがとうございました。